皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。元乃木坂46の山崎玲奈27が31日、日本テレビ系ウェイクアップ土曜午前8時にリモート出演し、自民党総裁選9月12日告示27日投開票への出馬を表明した河野太郎デジタル愛61を生直撃した。写真 デコルテチラ店せのレア衣装で登場した山崎玲奈。山崎は党内で派閥解消の動きが進む中、唯一存続している麻生派に残ったままの出馬に疑問の声が相次ぐ河野氏に対し、派閥にいながら党改革できるのかと書いたフリップを掲げて質問。麻生派にいながら政権を取り、首相になったとして踏み込んだ党内改革や政治改革は可能なんでしょうかと問うた。 これに河野氏は、私が総理総裁を目指すのは、私がやりたいことを実現するため。もし総理総裁になったら、それを邪魔する勢力の介入をさせるつもりは一切ない。そんなことをするつもりなら、総裁になる意味がないので、そこは心配はいらないと思いますと応じた。山崎はさらに、総理になる前から抜ける選択肢は、今のところ考えていないのかと問うたが、 河野氏は、派閥の弊害は、金と人事で、今は両方やらないことになっている。政策の議論など、いろいろなものを進めると、人の集まりができる。現実に解散すると言っている派閥も一つ、解散届を提出した森山派、を除いて、全部まだ残っていると主張。あまり今、派閥にいるかどうかの議論をすることは、意味がないと正直思っていると、交わした。 山崎は河野氏が麻生派を抜けない理由についての答えに納得できなかったようで番組エンディングではなんで麻生派にとどまるのかという理由がはっきりしなかったかなというのがちょっと残念でしたと口にしたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう